池袋にある東京芸術劇場が4月から休館するのを前に、今月17日最後のランチタイムコンサートが開催されました。登場したのは世界最大級と言われるパイプオルガンです。その魅力に迫ります。毎月開催している東京芸術劇場のランチタイムコンサート、主役は世界最大級と言われるパイプオルガンです。およそ9000本のパイプというこの楽器の魅力を知ってもらおうと12年前から無料で行っています。今年に入り来場者が10万人を超え、この日も大勢の人が訪れました。音の厚みというか、その厚みっていうのがその今までのその歴史を感じさせるような音だったように感じました。4回目ですね、はい。これはどういうところが気に入ってますか？そうですね、無料っていうところから来るたんびに人が増えてきますよね。大変贅沢な試みだと思いますけれど、綺麗になりましたらまたぜひ伺いたいと思っておりますが。今年開館から20年を迎えた東京芸術劇場は、改修のため4月からおよそ1年半休館します。最後のランチタイムコンサートの演奏を担ったのは、劇場の専属オルガニスト小林秀幸さん55歳です。小林さんはこれまで東京芸大を卒業後、 NHK 交響楽団など数々のオーケストラと共演、16年前から専属となりました。オルガンというのは建物に付随する楽器なので、1台も同じものはないんですね。このオルガンというのはオリジナルっていうことにこだわった楽器ですので、なるべくオルガン本来のオルガンのために書かれた曲を皆さんに紹介したいなと思って。20年前フランス人の手で制作されたオルガン、一見1台のオルガンに見えますが、この楽器のオリジナリティは3つの時代の音色を再現できることです。例えばバロック時代のバッハの地域では、ラの音が 415Hz だったんですね。だから今より半音低い、うん、で今度北ドイツオランダの方に行きますと、ラの高さが 467Hz だったので、そういうふうにそれがオリジナルへのこだわりっていうか、そういうことなんです。今の巨大なオルガンが出現したのは14世紀頃と言われていますが、このオルガンではルネサンス様式とオルガン全盛期と言われるバッハの時代のバロック様式、2つのオルガンがはめ込まれています。さらに、実はこのオルガンにはちょっとした仕掛けがあるんです。回転盤が回りました。このオルガンの最大の特徴、それは回転すると全く違ったオルガンが現れる点です。主に19世紀以降のフランス音楽用に作られたもので、デザインも現代的な大ホールの雰囲気に合わせています。3つの時代の音を再現できるこのパイプオルガン、オルガニストは弾く曲に応じてオルガンを選び、さらにノブを使って音色自体を変えていきます。取材中こんな面白い音もあると教えてくれました。こちらは星の音、クリスマスコンサートで使われるといいます。指とか足とか動かすだけじゃなくて、その前の段階として音色を作るというのがオルガニストのかなり大事な役目です。一方こうした音色作りはオルガニストだけで行っているのではありません。音色作りを支えている職人、オルガンビルダーに密着しました。
東京芸術劇場にある世界最大級のパイプオルガンを演奏するオルガニスト。一方でもう一人音色作りを支えている職人がいました。パイプオルガンに欠かせない存在、それはオルガンビルダーです。オルガンビルダーとはパイプオルガンの製作のみならず、調律したり修理したりする人のことを言います。この日メンテナンスに訪れたのはフランス人のマテュー・ガルニエさん、34歳です。このオルガンを製作したマルク・ガルニエさんの息子です。実際にパイプを取り出し、一本一本吹きながら調律していきます。ほくりとかくっついてるとなんか変な音が出てきます。すごく微妙なんだけども、でそれをそのカーブがちょっと直すと前の作った音に戻るはずですね。でそれを今その前の音を探しているところです。形も一つではなく三角や四角など様々です。今の楽器の、一番多くの種類のパイプなんですけども、7種類があるので、金管と木管で、これがスピッツフルートって言うんですけども、三角形のフルートでね、かわいらしいな音で。また11メートルもあるパイプから小指の爪ほどの小さなパイプまで、その長さも多岐にわたります。背の高いパイプはエレベーターに乗って調整するということで、助手の中山康介さんに案内してもらいました。高さに合わせてエレベーターを止めながら調律していきます。9000本すべてやるとすると1週間から10日かかるといいます。調律だけではありません。回転盤に油を刺したり、空気を送るモーターにも異常がないかチェックします。20年前父の仕事を手伝ったというマティウさん、実は私その楽器が兄弟って感じするんですけども、メンテナンスするときにやっぱりそのお父さんの天才のところが分かります。例えばオルガンのリサイタルの中で、そのヨーロッパの500年の文化、オルガンに対しては聞かせることができる。父の作ったもの、つまりこれからの残されるものに対しては、私はずっと面倒見るというのはすごく嬉しいなんですね。休館中、オルガンを20年ぶりに解体する大規模なメンテナンスが予定されています。パイプが汚れてしまったところ、潰れてしまったところをオーバーホールという形で一度分解して清掃するような、まず点検が一つあります。電気系統の劣化の部分ですとか、その中にフランスの部品がいくつか組み込まれているのがあります。それを一旦日本の部品に取り替えて修理と点検を行っていくような形になります。オルガニストやオルガンビルダーに支えられてきたパイプオルガン。休館前夜にはコンサートが予定されています。9000本のパイプの調べに、ヨーロッパの歴史を味わってみてはいかがでしょうか。